成長虹色動画。今日は紫色草、みんなで介護予防無理せず楽しく活性化。本日のテーマはですね、落ちたゲーム。はい、子供から介護予防まで使えるよということで、レモンちゃんも聞いたことあるでしょ。落ちた何が落ちた。そう、それ、はい、なんか聞いたことあるね。うん、もうこれもうやったら、ああ、あれかと思い出すと思います。まずリーダーが一人で一対多数でやるゲームでございます。反射神経を鍛えていきます。まずね、リーダーが落ちたって言ったら、参加者の皆さんが何が落ちたって返してもらいます。そしてリーダーがリンゴ、石ころ、雷、おはぎ、この4種類を言っていきまして、その4種類の言葉に対応した動作があるので、それに瞬時に反応するのを競うゲームでございます。それによって反射神経を鍛えていきます。反射神経を鍛えて転倒予防、脳活性化につなげていきましょう。さあ、それではまずタカちゃんが言うので、レモンちゃんが参加者してください。今度レモンちゃんが言ってタカちゃん参加者しますからね。はい、タカちゃんあっち向いていいですよ。はい、行きますよ。はい。そしたら、まずんだら、その、言葉の掛け声の、言い合いを練習しましょうか。まず、タカちゃんが、手拍子でいきましょうか。落ちた。何が落ちた？リンゴが落ちた？ふっ。って感じで、あ、そうか。いくつ説明したかな。ごめん。リンゴって言ったら、こう、手のおひらをこう上向けて、すくうような感じで、リンゴを受け取る感じの動作をしてください。次、石ころが落ちたって言ったら、頭に石ころ振ってくるんで、こう頭で、手で頭を覆って石ころから、守ってください。次、雷が落ちたって言ったらおへそを隠してください。そしてそしておはぎが落ちたって言ったら、うーん、おはぎが折ってくるのを口であむっと食べてしまいましょう。はい、さあ、この4つの動作を踏まえていきますよ。これをリーダーがランダムに言っていきますから、反応していってください。まずゆっくりいきます。タカちゃんリーダー、レモンちゃん参加者でいってみましょう。3、はい。落ちた。何が落ちた？リンゴが落ちた。シュ。はい。落ちた。何が落ちた？おはぎが落ちた。うん。はい。落ちた。何が落ちた？雷が落ちた。シュ。はい。テンポアップでいきますよ。3、はい。落ちた。何が落ちた？リンゴが落ちた。はい。落ちた。何が落ちた？石ころが落ちた。シュッ。はい。落ちた。何が落ちた？雷が落ちた。シュッ。はい。落ちた。何が落ちた？おはぎが落ちた。うん。はい。次のレモンちゃん行ってみましょう。終わった後、はいって言って始めて、自分のタイミングで始めていってください。落ちた。リンゴが落ちた。ふん。はい。あ、オッケー。はい。まずゆっくりめからお願いします。はい、来い。落ちた。あ、3杯で言って。3、はい。落ちた。何が落ちた？リンゴが落ちた。シュッ。はい。落ちた。何が落ちた？おはぎが落ちた。うん。はい。落ちた。何が落ちた？石ころが落ちた。はい。落ちた。何が落ちた？おはぎが落ちた。おー、オッケー。それならテンポアップでお願いします。落ちた。はいって言って。せーの。落ちた。何が落ちた？リンゴが落ちた。はい。はい、落ちた。何が落ちた？リンゴが落ちた。シュッ。はい。落ちた。何が落ちた？おはぎが落ちた。お。はい。落ちた。何が落ちた？雷が落ちた。ふっ。はい。落ちた。何が落ちた？リンゴが落ちた。シュッ。はい。落ちた。何が落ちた？石ころが落ちた。はい。はい、オッケーでーす。これ、テンポ早くなってくると言う方もなんか混乱してくるでしょ？はい、忘れる。はい、もう忘れるし。うん。ほんで、リーダーが落ちたで、参加者が何が落ちたか、これどっちがどっちやったかなーという、その混乱、
これね、この混乱が、あれあれどうやったかな、あら間違った、いいってなんで、これすなわち活性化しておりますから、はい、レモンちゃんもね、活性化、はーし、手当て、手でやってください。はい、ということで本日は落ちた落ちたゲームでございました。なのでね、お子様向けの手遊びとか、そういうわらび歌含め、そういう遊びは介護予防に使いますし、逆に介護予防でしてる取り組みはお子様向けのね遊びに使えたりもしますので、はい、ここはねタカちゃんとしてもね、いい勉強ヒントになっております。ということで、紫色草では介護予防のスペシャリストタカちゃんと、そして今日はねレモンちゃんにも協力していただいて、介護予防に関することをしっかり勉強を楽しく発信しております。いいね、チャンネル登録もよろしくお願いします。皆様の素敵な未来にスマイルハッピーパウダー。